騒動も一段落ついただろ。こういう時ってみんなすごいアイディアを生み出したりするんだよな。スメイルシティの近くに助けを求めてる人がいないか回ってみようぜ。オイラの直感じゃきっと何か収穫があるぞ。あれ、こんな告知板いつの間に置いてあったんだ。うん、どれどれ。キノ君が書いてあるぞ。けど、キノコンは魔物だぞ。どう考えても危なすぎるだろう。とりあえず会場に行こうぜ。もし本当に危険があっても、そばにさえいれば取り返しがつかなくなる前に止められるはずだ。ご来場の各参加者の皆様、サウマラタハスパイテイマー大会へようこそ。私は大会の責任者、セイロン派ベテラン学者のカウトリアです。皆さんはキノコンに指示を出して戦うというコンセプトに興味があるか。豪華な報酬を楽しみにお集まりくださったことでしょう。がしかし、バトルの安全面に不安を抱える方も多いのではないでしょうか。そちらに関しては私が断言いたします。今回の大会のためにセイロン派最先端の理性増加技術を用いた英知宝珠を用意しましたので、心配ご無用です。気兼ねなさらず、どうぞふるってご参加くだされ。さらにこの度、フォンテーヌの大商人エルヒンゲンさんがスポンサーとなり、本大会の賞金総額6000万もののモラを提供してくださいました。さらに決勝戦の後に行われる最終テストに通過し、エルヒンゲンさんの理念を貫く能力を持っていることを証明できた方には、なんとエルヒンゲンさんの全財産が与えられますぞ。ただし、これには条件が一つだけございます。エルヒンゲンさんの遺髪を継いで、サウマラタハスパイテイマー大会を引き続き開催し続けることです。うわぁ、そいつ6000万モラを気軽に投資したのか。それにこの大会を開催し続ければ全財産までくれるって言ったよな。いや、主催側に強烈の学者がついてたなんてな。詳しく聞きもせず止めるっていうのも、それはそれでよくないよな。いっそ大会に参加して、やつらの言う英知宝珠が効くかどうか試してみようぜ。違うぞ、スメイルはようやく安定を取り戻しただろ。こんな時にまた強烈院とやり合ったら、ナヒーダにも迷惑をかけるし、それにあんなに自信満々に話されると、キノコンを飼いならすっていうのがどんなものなのか見たくなっちゃったんだ。うぅ、確かにキノコンはよく面倒ごとを起こしてくれるけど、悪質なものでもないだろ。どっちかっていうと気性の荒い野生動物って感じだぞ。安全面も保証してくれたんだし、そんなに恐れる必要もないだろ。それにキノコンと友達になるなんて絶対面白いに決まってる。いい成績を取ればちょっとした小遣い稼ぎにもなって一石二鳥だぜ。おう、これこそオイラたちのやり方だぜ。
申し込みの場所はあっちみたいだ。早く英知宝珠をもらって大会に参加しようぜ。人はまだなのか？もう少し待ってみるか。ゴールド流星の旅人にシルバー万世のパイモン、君たちもこの大会に参加するの？え、オイラたちを知ってるのか？いきなり聞いたこともない称号が聞こえたけど。君たちはすごいもの。逃げ切った傭兵は君たちの肖像画を描いて絶対喧嘩を吹っかけるなって他の人に言って回ってたわ。オイラたちありがとうって言うべきか、それとも噂ほど怖くないぞって弁解すべきか。残念ながら今回の大会ルールではテイマーは武器の携帯を禁じられているのよ。直接戦いはしないから君たちの火の打ち所のない戦闘能力は通用しない。バトルのポイントはキノコンの捕獲と育成、そしてそれらの駒をどう使うかってこと。いくら君たちでもキノコンに指示を与えるスキルを必ず習得できるとは限らないわ。言われてみれば確かにそうだな。まだキノコンを捕まえたこともないし、戦闘でキノコンを指揮するポイントもさっぱりだ。って待てよ、お前スタッフには見えないけどどうして自信満々で説教してるんだよ。何者だ？私はハニア。ずっとエルマイト旅団で凶暴な打獣を飼いならす仕事をやってきたわ。以前からテイマーと呼ばれてたおかげで英知宝珠の初期テストに参加できたの。でも私のような字も読めない粗骨者は傭兵たちの雑用をするくらいしかできない。名乗ったって意味もないから普通の出場選手として扱ってちょうだい。まあ獣を手なずけることに関してはいろいろと心得があるけどね。私の指導を受けたい？敵であれ味方であれ君たちはバトルで障害物を排除してくれる存在よ。だから同盟を結ぶ価値がある。もちろん私たちの関係は後者であってほしいわ。ストレートだな。まあ誠意は感じるぞ。自分の力で考えるより詳しい人に指導してもらった方がいいよな。ここはひとまず話になろうぜ。それじゃあこの英知宝珠を受け取ってちょうだい。早速主催側の指定したエリアに行ってキノコンを捕まえましょう。本当に行動力のあるやつだな。ここが捕獲エリアよ。この一帯のキノコンは英知宝珠との相性がいいからトレーニングやバトルに向いてる。英知宝珠はキノコンを捕獲したり収納したりすることができる。それ自体も操縦装置なの。だからキノコンごとにあだ名をつけた方が指示しやすくなるわ。例えば私の隣にいるこいつのことは炎1って呼んで。炎元素のキノコン1号という意味なの。元素の種類に番号？なんかシンプルすぎないか？このキノコン元気そうだし、ぴょんぴょんハッピーだけ、なんかどうだ？余計な、いえ、ありがとう。でも私には自分なりの命名規則があるわ。シンプルでわかりやすくて指示しやすいことが重要なの。そうだな。もう炎1で呼び慣れてるだろうし。わかった、もう案は出さないでおくぜ。でもオイラたちがつけたすごい名前を聞けば考え直したくなるかもしれないぞ。
響きのいい名前だろ。バトルで呼びかけるとき絶対かっこいいと思うぞ。こういうキノコンは丸い帽子をかぶってて小さな太鼓みたいだろ。オイラとっくに気づいてたんだ。こいつらの頭を叩くとポコポコドンチャンって音が必ず出るってことにな。喜んでるぞ。この名前を気に入ったみたいだ。それじゃポコポコビーニーに決まりだ。ポコポコビーニーはおとなしいな。子犬とか猫みたいだ。キノコにもこういう一面があるなんてな。これからよろしくな、ポコポコビーニー。さてと、残りのキノコを一気に捕まえてポコポコビーニーにチームを組んであげようぜ。キノコンが4体集められたみたいね。次は主催の提供してくれたフラワーゼリーを使ってキノコンたちの潜在力を覚醒させてみましょう。バトルで強力な技を繰り出せるようになるわ。思ったより順調だな。ありがとな、ハニヤ。それじゃ、オイラたちは会場に戻ろうぜ。あれ？見ろ、ウロウロしてる人がいるぞ。キノコンが一体周りを回ってる。もしかして襲われてるのか？わっ、いきなり倒れたぞ。早く見に行こう。力が入らない。一歩も動けない。おい、大丈夫か？怪我したのか？行け、炎一。待って、この子は敵じゃない。私の仲間なの。私はただ疲れて歩けないだけで。
参戦資格をゲットするにはキノコの仲間をあと3体探さないと。まさかお前も出場選手なのか？こんなところでライバルに出会ってしまうなんて予想外。ここまでみたいだね。天天ヨーヨー獣だけじゃあなたたちには勝てない。天天ヨーヨー獣のことは頼みます。必ずいい成績を取ってあげて。おいおい、自暴自棄になるなよ。オイラたち道を阻むエルマイト旅団じゃあるまいし、お前のキノコ、いやキノコの仲間を奪うなんて卑怯なことしないぞ。決着をつけたいって言うならバトルで正々堂々と勝負しろ。オイラたちの隣にいるハニヤってテイマーなんか、オイラたちが手強い相手になるかもしれないって分かってて、それなのにたくさんのことを教えてくれたんだぜ。それ褒めてるの？お前の名前と目標を言ってみな。ゴールド流星の旅人とシルバー盤星のオイラはお前を助けるぜ。本当？キノコの仲間をもう3体集めてくれるの？サイコロの1の裏が6であるように月が回ってきたんだ。私はレイラです。ルタワヒスト学院の普通の学生なんだけど、強い称号はなくて、その私の目標はバトルの準々決勝に入ること。準々決勝に入れたらキノコの仲間を家まで連れ帰って力仕事を分担してもらいたいんだ。もちろんちゃんとお世話もするよ。確かルールに書いてあったな。準々決勝まで残った選手は欲しいキノコンを家に連れて帰れるって。でも力仕事？学生の日常は宿題と論文じゃなかったっけ？恥ずかしながら私生まれつきの睡眠障害で毎日よく眠れなくて体力もないの。普段からちょっと運動しただけでさっきみたいに力が抜けてぐったりと横たわってしまう。それに力仕事って言っても本を運んだり買い物したりってだけで。それだけかよ。なら全然大丈夫だな。オイラも雑用はいつもこいつに任せてるんだ。キノコンを仲間にするだけでなく一緒に暮らそうとする、このようなバカバカしい考えはエルヒンゲンとそっくりだ。コツをすぐ掴んだ上に人の役に立てる余力すら残っているだなんておめでたいことね。うまくいくことを祈ってるわ。それじゃ。おい、ハニヤ、もう行っちゃうのか？まだお前と炎1にお礼を言ってないぞ。せめて一緒にご飯とか。大丈夫？そのテイマーさん怒っちゃった？多分そうじゃないと思うんだけどな。ハニヤは率直な話し方をするから近寄りがたい印象もある。でも性格の悪いやつじゃないんだ。じゃなきゃオイラたちを助ける理由もないだろう。そうだな、また会える機会があるよな。その時お礼も用意しておこうぜ。今はハニヤーの美徳を受け継いで正々堂々とバトルに参加することを考えようぜ。他の選手を助けてレイラの参戦資格を手に入れてあげるんだ。本当にありがとう。私も頑張って体を動かすから、全部あなたたちに任せるわけにはいかないもの。やったー！これでレイラのチームも完成だな。今すぐ会場に戻って参戦資格を確認しようぜ。
予選のスケジュールは、はあ、よかった。レイラとはグループが分かれたみたいだ。序盤で当たらなくて済んだぜ。もっと言えば最後まであなたたちとは戦わないで済むといいんだけど。おや、わっぱたちではないか。またもやナンジラは流行の最先端に現れたな。いやはや、さすがは娯楽小説の主人公たりうる人物じゃ。ミコ、オイラの目がおかしくなったのか。なんでお前がここにいるんだよ。こたびの大会に関する宣伝が稲妻にまで届いておったんじゃ。それも八重堂の前でチラシを配っておったんじゃぞ。この大会、娯楽小説にぴったり出しじゃと思わぬか。八重堂は今、次の50年を風靡する傑作を作る計画をしておる。テーマは仲間と競争じゃ。故に血気盛んな若い作家を一人現場に連れてきて取材をさせておる。もちろん作家たちの原稿をよりよく品評するために、今回はわらわも参加する。選手としての感覚も体験しておきたいからの。そしてこれがわらわの相棒、ソーカがこやつに与えた名は百雷シャラ。独特な気迫があって悪くないと思うぞ。まさか巫女まで来るほどの大きな戦いになるなんてな。そうか、こやつらと知り合っておくがよい。必ずや汝に立ち向かう最強の敵となるじゃろう。小説における重要キャラクターにしてもよいぞ。はい、編集長様。心に響く作品を作るために、決して臆さず、必ずやあなたたちを倒します。おお、たとえ巫女の腹心だからって手加減はしないからな。その意気じゃ。この感覚つかめたか。対戦の前に最も重要なライバルに宣戦布告をする、雰囲気を最高に高める寛容なシーンじゃ。全くつかめていません。その将軍様と花見坂を見て回った親友の方と対抗するって考えたら、すごく緊張してしまい。ならばまずは急ぎ宿屋に戻るがよい。今抱いているその緊張感を記録するんじゃ。これも良き素材になる。この人すごく怖い。でもとてもすごそう。お友達になってみたいな。そちらの物静かな友はどちら様じゃ。こいつはキノコンを捕まえる途中で出会った新しい仲間のレイラだ。レイラは訓練されたキノコンを家に連れ帰って一緒に暮らしたいんだってさ。そのためにこのバトルに参加して準々決勝まで行くのが目標らしいぞ。キノコンを訓練して日常生活のお供にする。面白い。汝にはいろいろと秘密がありそうじゃな。発掘していけば非日常的な物語が作れそうじゃ。わらわは八重巫女、趣味で娯楽小説の編集者をしているんじゃが、汝に少し興味を持っておる。よろしく頼む。ふう、なんて答えたらいいか全くわからない。そうだ、二人とも、この間は本当にありがとう。予選の準備のためにも、この4体のキノコの仲間のことをちゃんと知っておきたいの。トレーニングに行ってくるね。ペース配分に気をつけろよ、レイラ。前みたいに疲れてへばっちゃダメだぞ。おーい、ミコのオーラにびっくりしちゃったみたいだな。む？わらわはそんなに怖いのか？だとしたら、もっとあの娘っ子と交流して誤解を解かねばならぬの。さて、
わっぱのその目、まだ何かわらわに言いたいことがあるようじゃな。にぎやかさに流されて遊ぶことしか脳みそにない状態ではなかったんじゃな。安心したぞ。じゃがあいにく邪魔が入りそうじゃ。お目にかかれて光栄です、八重宮司。まさかスメールにいらっしゃって早々本大会の会場に足をお運びいただけるとは。お、大会の責任者か。超お金持ちの大商人がなんでここに。ふむ、どうやら大会は順調に進んでいるようじゃな。でなければランジラのようなお偉方が二人揃って一般出場者に構う暇などないじゃろう。またまたそのような。八重宮司、あなた様のように高貴なお方はスメール一流の礼儀でおもてなしさせていただきますとも。すでに英知宝珠をお試しになられたようですが、この技術の将来性をどう思われましたか。あなた様さえうなずいてくださればこれを稲妻に輸出し一挙解決というところなのですが。ふむ、今のわらわは一階の編集長に過ぎぬ。こたびここへ来たのは休暇を兼ねた取材のためじゃ。技術の将来性などという重たいテーマについては考えたくないんじゃがね。そう焦らずにカウトリアさん、教練員の商業的な要望ばかりお伝えするのでは、雷鳴の国からせっかくはるばるお越しくださった貴賓に対してあまりに申し訳ない。それに八重宮司はご友人とお話をされていました。それに割って入ったことも失礼というものでしょう。ほう、なかなかに的を射ておるぞ、エルヒンゲン殿。その控えめな行動様式は商売における姿と同じじゃね。何時の名はそこまで知れ渡っておらぬ。静かに莫大な富を積み上げて。八重宮司からそのような評価をいただけるとは身に余る光栄ですよ。何かご入用の際は何なりとお申し付けください。八重宮司の旅が快適なものとなるよう最善を尽くすつもりです。そしてかねてより名を馳せている旅人さんまでが大会にご参加くださるとは、素晴らしいご活躍を期待していますよ。ミコ、あいつらはお前と仕事の話をしに来たんだろう。こんな無下にしちゃって本当にいいのか。特にあの大商人、あいつと協力すれば八重堂にだってメリットがたくさんあるはずだろう。新しい競技活動をこれほど迅速にテイワット各地に広めることなど並大抵の商人にはできぬ。それほどまで強力な相手とは組みたくないの。それにこの大会は始まったばかりじゃ、結末がどういう風になるかはまだわからぬ。とりあえずはわらわも楽しみながら不安要素に心をとどめておこうと思っての。キノコンは見た目は可愛いが、その体内には強力な元素の力を秘めておる。このような魔物に対して完全に警戒心を解くのは得策ではなかろう。ミコもそう思ってたのか。オイラたちもこの大会が危ないんじゃないかって思ってたんだ。それにしてもこの英知宝珠は本当に不思議だよな。これに影響されたキノコンはみんなポコポコビーニーみたいにすごくおとなしくなるんだ。だからオイラたちもずっと気を張る必要はなくなったんだけどさ。パイモンは相変わらずのんきで元気いっぱいじゃな。わらわもそろそろ自分の役をこなさんといかんね。大会の出場者として事前準備をしに行くとしよう。それではまた予選でな。ほれ、百来者ら、二人にお別れの挨拶をするんじゃ。今回は来てよかったな。新しい
友達と知り合えたし、ミコにも会えた。大会もきっと面白くなるぞ。よし、じゃあハニヤのアドバイス通りフラワーゼリーを受け取ってポコポコビーニーを育てようぜ。ついに来たな、優勝候補。早速フラワーゼリーを使ってキノコンの潜在力を覚醒させようぜ。優勝候補、いい響きだな。お前もオイラたちのことを知ってるのか。もちろん。君たちが英知宝珠を受け取るとき、俺はすぐ隣にいたからな。ハニヤさんが説明をしていたもんで、あの時は話に入れなかったんだ。ハニヤさんのような専門家が指導してくれたんだから、君たちも眩しい新人テイマーになれるはずだ。聞いた感じ、ハニヤはすごく強そうだな。主催側のスタッフまであいつを褒めるなんて。オイラたちも頑張らないとな。
全力を出せそうだな。予選までもうちょっと時間があるし、トレーニングしに行こうぜ。